はい、ナナナです。こんにちは。はい、ただいま、浦和レッズ対FC東京戦終わりました。超速レビューということで、今日もやっていきたいと思います。今回からちょっとね、レジュメみたいなものを作って、少しずつまとめて話していければなと思います。ということで、今日の試合ですが、まあ、感想としては、勝てないなということで、結果とここにありますが、もうそれだけですね。はい。ちょっとね、前半から内容を振り返っていきたいと思います。前半に関しては、まあ、ちょっと僕5分遅れぐらいで見始めて、いきなりちょっと、ミドルっぽいのが西川を襲うみたいなシュートを食らったとこから見たんですけど、まあ、その後を見ていた限り、暑さもあって、お互いプレスに関しては弱めで、そんな前からがっつり行くっていう感じではなかったのかなと。で、その中でビルドアップの機能性っていうのは浦和が上で、結構外に押し込みたい FC 東京に対して、しっかりと中もうまく使いながら前進することができていたかなと。逆に東京に関してはビルドアップよりやはりカウンターが怖いということで、長いに一回ね、右サイド秋元が振り切られて、中に入れられてピンチになるっていう部分があったんだけど、逆にボール持たれてる時になんか機能的な攻めをしているっていうよりは、ごしゃごしゃっとなって相手ボールになった時の切り替えとかの部分がちょっと怖かったかなと。で、秋元小泉の左サイドで結構ペナカードを取れたりしてて、大きなチャンスには繋がってないんだけど、狙いにしている部分に対しては攻撃ができていたのかなと。で、チャンスも前半結構作れていて、オフサイドになった部分と、酒井のヘディングから江坂のボレー、あとユンカーのシュートね、毎本は決めたかったですね。まあ、ユンカーのシュートが一番決定的だったかなと思うんだけど、まあ、サッカーをやったことある人からすると、ちょっとノーステップで、ああいった形でシュート打つっていうのは、まあ結構難しいから、まあね、なかなか難しかったのかなと思います。で、次は後半ですね。で、後半に関しても、基本的には裏が支配していて、まあ相手の、プレスがそんなハマってないし強くもなかったことで、まあ岩尾のビルドアップがされてたかなと。岩尾ビルドアップされてるなと思った瞬間一回取られて、その流れでフリーキックになって怖かったんだけど、まあそこもなんとか防げたんで、まああんなか、ああいう形でね、しっかりと相手をかわせてる時の岩尾っていうのは、まあやっぱ効果的な仕事をしてくれているのかなと。あとお互いトランジションが早くて、結構ボールを奪ったところでもしっかりと追って取り返すみたいな、展開があって、なかなかチャンスになりそうだけど、チャンスにならないっていうのが多かったかなと。で、アダユートン後半から出てきたけど、やっぱり怖いよね。ミドルシュートにしても、あと一回、酒井をちぎった部分にしても、まあ、ほとんど得点の匂いそこだけだったんだけど、やっぱりね、FC 東京に関しては3トップに前向いてボール持たれると怖いなという、去年からずっと、去年までのイメージの FC 東京が今年もいましたね。はい。で、後半作ったチャンスとしては、最初すぐのとこですね、後半直後に、秋元からユンカーっていうドリブルが合わなかった。あと、松尾のドリブル、矢尾のフリーキックという部分で、まあね、しっかり押し込んでチャンスも作れていたんだけど、まあ、超決定機までは作れていなかったのかなという部分があります。逆に東京の攻撃に関しては、まあ、単発で食らう、なかなかゼロには、攻撃ゼロってわけにはいかないけど、危ないシーンっていうのは少なかったのかなと思います。すいません、秋元の秋が間違ってますね。はい。で、最後、総括ですね。内容的には満足ですね。まあ、結構 FC 東京、4勝2敗ぐらいで、結構好調な中で、手強いかなと思った相手を、まあ、内容的にはしっかりとコントロールしたっていうのが、まあ、好材料かなと。圧倒的と言わないまでも押し込んで、相手の攻撃に関しては封殺できていたよと。で、絶好機は少ないけど、チャンスがある中、本当あとは点を取るのみですね。この試合をやっても勝てないのかっていうのが、まあちょっと、今日の感想ですね。まあただクリーンシート、ずっと点取られた中で0点に抑えられたっていうのは良かったと思うし、まあ勝利という結果は出てないんだけど、まあ下を向く内容ではないのかなと。ちょっと今ね、勝ち点とか考えると憂鬱になっちゃうんだけど、やってるサッカーは、まあ、今年からずっと言ってるんだけど、
まあでも今年の初めよりもやってるサッカーはっていう部分では今日の試合の方が期待できたかなと思います。シャルクもね、今日もちょっと可能性見せてくれたし、まずはね、スーパーサブとしてね、怖い存在になってくれればと思います。で、ね、次からは一回 J リーグお休みして ACL ってことなんで、まずは頑張る ACL ってことでね、連戦続く中で総力戦で、で、まあね、実力的に劣るチームが2チーム、4チーム中多分2チームは実力的に劣ると思うので、そこでしっかり点取って、得点取ることを思い出して、で、韓国のチームかな、しっかり戦って、1位で帰ってきましょうということで、ね。まあ、ACL のマッチレビューに関しては、ちょっとね、試合終わるのが結構遅いので、超速だっつって夜中2時に、動画上げても、大して見てもらってない動画がさらに見てもらえなくなるので、まあ、次の日の朝とか、そういった感じで考えてあげていきたいと思います。はい、ということで本日は最後まで聞いていただきありがとうございました。この動画が良かったと思いましたら高評価とチャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。ナナナでした。